はいどうも、ゆうごです。今回はハッカー油を使った、土建屋さんの裏技を紹介します。一般の方でも全然対応できます。クーラーがなくても、扇風機、あればいいかなっていうぐらいの、結構おすすめなやつです。とりあえずお風呂を沸かしてもらって、ぬるま湯の方はいいかな。38度から40度ぐらい、そのぐらいのお風呂のお湯を沸かしてもらって、ハッカー油を7から10ぐらいですね。水の量によって調整はするんですけど、15滴とか20滴とかは結構寒くなっちゃうので、それはおすすめできないです。あとシャワーだけの方もいらっしゃると思うんで、とりあえず桶にお湯なり入れてもらって、それでハッカー油を1から2滴ぐらいですね、そのぐらい入れてもらって頭からかぶってください。そうするとびっくりするぐらい涼しいんですよ。クーラーつけちゃうと寒すぎちゃうぐらい。扇風機でちょうどいいかなぐらいですね。体感的にはすごい楽になりますね。注意事項としては、ハッカー油で、肌が敏感な方にはちょっと厳しいかもわからないんで、ちょっと試してから、やってみてください。それではまた他の動画で会いましょう。お疲れ様でした。